行けバロン。よぉキング、俺が玉座から引きずり下ろしてやるよ。やってみろ。どけ。どうした、寄せが甘えぞ。はいはい、そっち行くのはご自由に。ああ、そうか。外方向へのドリブルは深追いせず、ミドルシュートの領域内への侵入だけを阻止する肉弾ディフェンス。出せバロン、こっちだ。こんなやつ俺一人でぶち抜く。どうするイサキ。下がってくんな、相手陣で張ってろ。お前に何ができるって。覚悟しろイサキ雄一。なんだよこいつ。俺を使えバロン。出さねえんだろキン。一人で俺たちに勝てると思うな。よく耐えた肉壁。マジかよこいつら。バローがパスを出さないと見てのコンボプレス。俺対レオ、国神。ドリブルで突っ込んでくるか、それとも国神へのパスか、どっちだ。タイミングを読め。パスした相手はちぎり。マジか。初めてマッチアップするけど、俺たちのフォーメーションが完全に破壊された。国神のフィジカル、レオの戦術が、そしてシギリのスピード。バローとナギという天才を凌駕する、超高次元なドライセッション。よし、チャンス。めっちゃいいチームじゃん。ガゼン燃えてきた。ガゼンぶっ潰す。